この日、雲南市内で道に寝転がっている人がいました。写真が大好きなアマチュアの写真家ですけども、上から目線じゃなくて、犬より姿勢をなるべく下げにして撮りたくて。はい、カネさん、はい、こっちこっち、よいしょ。軽快なシャッター音の先にいるのはメスの柴犬のアカネちゃん、11歳。周りの音は少し気になる様子ですが、飼い主で市内に住む森山治さんのカメラに向かってじっとポーズを決める名モデルぶりです。可愛らしい姿に通りかかった人もつい、今たまたま出会いました。いや、可愛いですよ本当に。こちらは飯南町からわざわざあかねちゃんを訪ねてきたという大ファンの女性。なんと今年100歳。あかねちゃんに生きる元気をもらっているそうです。柴犬が大好きです。長生きします。特効薬です。森山さんは仕事が休みのたびにあかねちゃんと県内外あちらこちらへ出かけ写真を撮っていて、1日に数千枚にもなるといいます。そんな森山さんが箱から出して並べてくれたのは、あかねちゃんが写ったカレンダーやチラシなど。数年前から写真素材を販売するサイトにあかねちゃんの写真を投稿し始めたところ、カレンダーや犬用ガムのパッケージに次々と採用されました。もともと宍道湖の景色などを撮っていた森山さんでしたが、あかねちゃんの写真に本腰を入れ、背景をぼかして撮影できる高級レンズなど機材も揃えました。一番これが今のところ自分としては気に入っている写真ですね。出版社の方からあかねさんがいいということで、今年のカレンダーもあかねさんが表紙を奪い返したというか。近くの安来市内の河原で撮ったという写真は、若草の中を跳ね回るあかねちゃんの笑顔が輝く作品です。なんかね、ポーズ撮る感じもう最近もうなんか慣れてきて、なんか逆にもっと自然な風にやってほしいなという気もありますし、今やカメラを意識してポーズを撮っている気もすると、贅沢な悩みを言わせてしまう名モデルに目を細める森山さん。いずれはあかねちゃんと地元の景色のカレンダーを作って、ふるさとの PR に貢献したいと話しています。